阪神ドラフト1位下村、押し出し9連続ボールで V1 死号球。明治神宮野球大会大学の部の決勝が20日に行われ、慶大が4年ぶり5度目の優勝を果たした。敗れた青学大は、初優勝と大学4冠を逃した。青学大2番手として救援し、敗戦投手となった阪神ドラフト1位の下村海斗投手は、悔し涙が止まらなかった。ゼロに抑えようという思いが強すぎた。精神的に自分が弱かったのかなということしか今は言えない。ピンチは何100回、何1000回と経験してきたけど、ストライクを取ることがこんなに難しいと感じたことはなかったですし、雰囲気に圧倒されたのかもしれない。気持ちは向かって言っていましたけど、両者無得点の6回から登板した。3イニング目の8回1死無走者から味方の連続失策で1、2塁を背負ってから、1球もストライクが入らずに9球連続ボール。2者連続死球で先制の押し出し死球を献上して、2回3分の1、2失点で大学最後の登板を終えた。初戦の日本文理大戦で100球を投じてから中津市での救援登板だった。疲れとかコンディションを言い訳にしたくない。したくない経験だったけど、絶対に活かさないといけない。チームのみんなには不甲斐ない投球で申し訳ない。何年後かに、この経験があったからこういう選手になれたと言えるように、これも乗り越えていきたいです、とプロでの雪辱を誓った。あかんやん。メンタル弱いんか。それよりも球速がやばいよ。やっぱ下村はリリーフかな。大舞台に弱いタイプか。味方の連続失策、これはこれでひどい。これから甲子園で阪神ファンのヤジという悪意味で一番厄介な試練が待ち受けてるのにメンタル大丈夫かこれ。こら開幕2軍やな。元から濃厚なのかメンタル弱いのか。まあ別にあの阪神でも同じようなシーンあったし。最近の若手よくなくなぁ。青学史上初の大学4冠自爆で逃したら泣くしかないよ。青学大学4冠かかってたの？そんな強いん？下村も常広も無茶な使い方やろ。しゃあないやん。甲子園では無理そう。味方のエラー連発やろ？阪神もあり得るから良い経験になったやん。100球投げた後中津市ってやっぱり大学野球ってクソだわ。下村の武器なんなんや？これで慢心せずにやってくれるやろうからちょうどいい挫折ちゃうか。乱数調整やろ、阪神来てから覚醒するわこれ。9連続でフォアボール出したんかと思った。ご視聴ありがとうございました。